ローマンカモミール、あるいはローマンカモマイルは、キクの多年草である。一般的にカモミールと呼ぶものには、ジャーマンカモミールとローマンカモミールの2種がある。この2種は、成分や形態に似ている部分もあるが、分類上の属は異なる。ヨーロッパでは、ハーブとして、どちらも同じように使われてきた。カモミールはギリシア語で、地上のリンゴを意味するが、 そのリンゴに似た方向に由来すると考えられる。16世紀にドイツの作家がイタリアを旅行した時にローマで見つけたというだけで、名前と原産地とは関係がない。ヨーロッパ、北、アフリカ、アジアにわたり広く自生している。一年草のジャーマンカモミールと違って、毎年6月から7月の夏に2から3センチの小さな花を咲かせる多年草であり、 茎は毛状に地面を這うように伸びていく。このため、芝作りにも利用される。葉には、リンゴのような香りがある。また、栽培品種ではないが、同じ属にダイヤーズカモミールエーティンクトリアという種がある。和名を、今夜かみつれと言い、主に、フランスで栽培され、鮮やかな黄色の花をつけ、染色にも利用されている。古くから薬草として知られ、古代エジプトでは、 太陽神への捧げ物にされた。穏やかで確かな薬効のあるハーブとして、アラビア、ヨーロッパで古代より広く利用された。特におかんに効くとされ、尊ばれていた。ギリシャでは、熱病や、婦人病の治療に使われた。また、カモミールのように踏まれるたびに成長せよという言葉も、あり、逆境にあるものを励ます言葉にも使われた。このハーブの花言葉には、逆境における、 エネルギーというものがある。そのような生命力の強さを利用して、古くから庭の小道やベンチなどに植え込まれた。イギリスのバッキンガム宮殿や宮ガーデンでは、それらを見ることができる。また、虫よけの効果もあるとのことから、床に撒き散らして、薬病などを防ぐストローイングハーブとしても用いられた。ハーブティーはリンゴに似た香りで、試行品として、また、鎮静効果を持つとされ、 不安、胃腸の不調、不眠などの不調を治すために使われてきた。カマメロサイドという成分には、エイチスの増加を阻害する働きがあり、高糖化作用アンチエイジングが期待できる。鼻の中心の黄色の部分に薬効のすべてが含まれている。安全で効果的なハーブと言われるが、効くアレルギーを持つ人には用いない。カモミールティーでアナフィラキシー反応を起こし、 死亡した例がある。ローマンカモミールから取れる精油は無色か、かすかに青い色をしており、ハーブ調のフルーティーで温かい、紅茶のような香りがする。色は数週間で消える。鎮静作用の効果があるとされるエステルの含有率が高く、その方向はストレス解消や不眠に効能があるとされ、入浴剤にも使われている。ジャーマンカモミール油と異なり、 ローマンカモミール油の抗炎症作用は弱く、抗微生物活性はない。アロマテラピーでは多くの効果が権限されるが、科学的研究でジャーマンカモミール油と混同されることがあり、知られる薬効はジャーマンカモミール油のデータに基づくものが多い。これらの精油は成分組成は異なるため、ローマンカモミール油の効能を証明する研究は事実上ほとんどない。 精油や精油を含んだ軟膏などの使用によるアレルギー反応、アナフィラキシー反応が報告されている。アレルギー反応を誘発する恐れがあるため、特に、低下にアレルギーを持つ人は使用しない。ありがとうございます。